はい、続いて堀田真央さんです。歌は歌道です。どうぞ。 私も自分で歌いながら自分の人生過去を振り返ってみて、私偉そうに審査員やってるけどね、やっぱり子も産み育っていろいろ生活もいろいろあって波乱万丈があったんですね。そうするとさりげなく振り返ってみると、その都度こらえた涙、こらえた涙いくつもあったんだろうって、そこはあなたが
続いて、山崎久さんです。歌は思いやりの駅です。どうぞ。